ん、こんにちは。こんにちは。いつも YouTube を見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、企画会議をした中から2人でどれがいいか選んで、うん、今日はその企画をやってみたいと思います。はい、今日選んだ企画は体力測定。今から体力測定をして3番勝負をしたいと思っています。まず1つ目は、うん、握力、はい、で2つ目が反復横跳び、yes、3つ目が腹筋です。やっと言えました。負けた方には罰ゲームが待ってます。で、まあ、始めるにあたってここはちょっと一回り違うということで、一回りハンデというものをね、ありません。関係ない、関係ない。それとですね、私ちょっとね、あのヘルニアを持っておりますので、ヘルニアハンデというものをね、ないです。ヘルニアハンデもなし、うん、だってそれ嘘か本当かわかんないじゃん。本当本当本当よ。最低、診断書あるから。最低。はい、じゃあもうこれはもう本当に中が崩れるかもしれないぐらいの失敬症で。それでは行ってみましょう。あ、1回攻めは握力勝負です。自信ありますか？自信はね、もう小学生以来だから未知。でももう小学生の時よりは多分こう握る力も強くはなってると思うから、そうです、多分そうでしょう。まあまあな気力は出るんじゃないかなと思う。このでもここにとにかく魂を込めて握りつぶしたいと思います。おー、かっこいい。私もめっちゃ久しぶりで、学生以来な気がするんで、ちょっと自分の数値がどのぐらいだったか覚えてないですけど、私も魂込めてちょっと握りつぶす気持ちでいきたいと思います。 iPhone 中時代は iPhone 中時代はやってないかもしれない。よし、やろう。やりましょう。よーい、22.6。おお。加西さん24.2。やったー！やったー！これが一番勝ちそうな感じだったのに。これが一番勝ちそうだったのに。やっぱ先行き不安すぎ。ちなみに、はい、全国平均値をお知らせします。はい、加西さんの年齢の平均値。28.7。 あれ足りてない。女性ですか？女性です。本当？女性です。あー、全然足りてない。足りてないですね。ハイダさんの年齢で 29.97。 え私いっちゃった上。いってないです。ということで、第1回戦握力は野球の勝ち。イエーイ。よーい。アイボンチュー頑張れ。アイボンチュー。アイボン
よーい。足が遅すぎて真面目にやった、真面目にやりましたよ。あ、落ちる、落ちる、発表ですよ。いや、これちょっとやばいかもな。はい、じゃあ発表します。はい、いい線いくといいな。はい、皆さん41回。すごし。笠井さん35回。やったー、やったー、やったー。ちなみにこちらも全国平均ございまして、笠井さんの年齢の平均 42.127 回ぐらい、7、まだ7ぐらい足りないです。はい、田さんの年齢の平均値42回、あら、なのでほぼ平均と一緒です。おー、ちょっと悔しい。これイエイ、2回戦はチョコレの勝利です。すごい。続けて3回戦に行きます。3回戦は腹筋ショーツ。これきついと思うな。え、できますか腹筋？私は得意だったね。そうなんだ。でもさ、ヘルニアやっちゃってるから。あれだ。でも今ショーコネがちょっといい感じに疲れてるから、今もうハーハーしてる間にすぐ行きましょう。それではどうぞ。はい、最終決戦です。1-1ですもんね今、うん、だから次勝った方が勝ち、負けた方は罰ゲーム。うわー、まあ、だめ。結構できましたってこと、できましたってことですか。私はね、いつもねこうやってやって、1曲1曲歌うの。うわ、だけどレミアやってから、ね、もうその1曲もできなくなっちゃって、やばい。でもちょっともう負けたくない。絶対罰ゲームはしたくない。したくないですよ、もう誰でするって言ったの、もう本当。はい、やりましょう。お願いします。はい、行きます。それではよーい。終了です。平和にやってきた、平和にやってきたピースだバラエティー感やばい。あれバケツ、あれバケツ、私グループ卒業してから一回も見たことないです、あのバケツ。懐かしい。失礼します。もうちょっと見えてるの、ね、ちょっと見えんのよ。ちなみに私はいつもサビ抜きを食べています。え、待って、いつもサビだけ食べてる人がなんでわさび寿司って言ったの？せーのでいきましょうか。でもこれはもうほら勝負して
そうですね、2人で食べる運命だったんだね、最初から。はい、それではいただきます。いただきます。仕返しですね。同じ量のわさび寿司を用意しました。社内動画みたいじゃないですか。なんでこんな。失礼します。食べています。せっかく頑張りました。汚いってことが実証されました。お疲れ様でした。ありがとうございました。これからも仲良くやっていきましょうね。もうやだ。